なんか今まで身近な存在だったんだけど、気がつかなかった宝物を見つけた気がしますね。マツダ2です。まあきっかけは全日本ラリーで一緒に組んでいるコドライバーの山本真美ちゃんが、まあ、最近自分の車をビッツからマツダ2ガソリン車マニュアルに交換したんですね。でこの前その車はちょっと運転させてもらったんですけども、まあ改めて今の時代のコンパクトカー、まあ、いわゆるセグメント的には B なんだけど、なかなかね質感もいいし走りもいいし 1.5 リッターのガソリンエンジンもスムースだし、マニュアルで ADAS もついていて ACC とかね、バリューフォーマネー高いなと思ったんですね。で今回早速、マツダ2の 1.5 リッターディーゼル車を引っ張り出してインプレしています。というのはマツダはすでにこの小排気量のディーゼルを、まあ、これから廃止するということを発表してるんですけど、それは非常に残念だなという気がしますけどね。ただまあますます厳しくなる、まあ、排ガス規制、まあ、特にモードというよりも、まあ、RDE リアルドライブエミッション RDE ですね、実燃費の領域でやっぱりディーゼルのノックスの処理が難しくなってくるので、当然コストをかかってくるんですよね。そうすると小排気量のこのマツダ2の価格帯ではやっぱりディーゼルのコストに見合わないということが分かってきたので、マツダは 1.5 リッターディーゼルをやめて、まあ、4気筒の CX5 に乗ってる 2.2 リッターと、まあ、CX60-80 に乗る 3.3 リッターの直六ディーゼルに、まあ、絞っていくんですね。まあ、でもねこのディーゼル 1.5 リッターなかなか良くて、最大トルク 250ニュートンあるんですね。で燃費が、まあ、モードで、まあ、実燃費もそんなにディーゼルだから変わらないと思うんだけど、まあ、約25キロぐらい走りますから、まあ、もちろんヤリスとかのハイブリッドはまあ30キロ近いんでね、まあ、それとは比べ物にならないですけど、ただ250ニュートンですからね、非常に乗りやすい。しかも1400回転で最大トルクが出るので、まあ、こうやって高速道路60キロぐらいで流していても、今5速で1400回転ぐらいね、で6速入れたらね1200〜1300回転だけど、もうアイドル回転に近いような回転数でも加速するとアクセル踏むとぐーっと加速しますよね。今アクアライン高速道路80キロ規制速度ですけど、まあ流れで今70キロぐらいなんですけど、もう6速でクルージングできますよね。でこれインテリアもこうアルカンターラがついていたりして、ヘッドアップディスプレイもあるし、まあベース車両250、60万でオプションで5、6万円なので、まあ、非常にこの車バリューフォーマネー高いなと思います。だマツダってこういうところ本当にもう、まあ真面目っていう言葉はあんまり使いたくないんだけど、しっかりやっぱりユーザーが満足できるコンパクトカーを安かろうではなくてしっかり作ってるなという気がしますね。ちょっとねロードノイズでかいかなと思います。せっかくディーゼルで低回転で走っていて、パートレーンの音は静かなんですけど、タイヤのロードノイズが気になるので、この辺もうちょっと見た目以上に車両価格は安いので、まあ、タイヤをおごってもいいかなと思いますけどね。ステアリングのこのセンターのフィールも、ちょっと甘いところあるけど、まあまあこの B セグコンパクトクラスの中では悪くないですね。シフトもねストローク感もいいしカチッと決まりますね。
いや、マツダの小排気量ディーゼルといい、ロータリーエンジンといい、なんかこう絶滅危惧種に指定されそうなエンジンがね、この世の中から消え去るっていうのは寂しいですよね。うん、この小排気量ディーゼルはもうヨーロッパメーカーもやめ始めているので、完全に絶滅危惧種指定銘柄ですね。もともとね、ディーゼルっていうのは人の名前なんですけど、考案者はルドルフ・ディーゼル、まあ、大体1900年前後に活躍していた、まあ、天才的なエンジニアですけども、なんでこのルドルフ・ディーゼルはこの、自己着火というディーゼル燃焼を考案したかというと、まあ、当時オットーサイクルのガソリンエンジンがドイツで、考案されましたけども、なかなかそのガソリンの燃料が手に入らない、まあ、ドイツの硬い中で菜種油で燃えるエンジンを作りたいということで、いろいろ研究していった時に、まあ、空気だけを圧縮して、まあ、強烈な高い圧縮比で圧縮して、その空気を圧縮すると、まあ、ボイル・シャルルの法則によって、まあ、体積が短く小さくなると温度が上がるので、その高温になった空気に燃料を吹きかけると燃えるということで、まあ、スパークプラグのいらない自己着火エンジン、まあ、つまりディーゼル燃焼に行き着いたんですね。ですからディーゼルエンジンは生まれた時からバイオ燃料を使っていたので、環境適合的なエンジンであったというふうに歴史は示してます。ただね、まあ、たくさんの空気を吸い込んで、自着火するから、まあ、空気中には窒素が 78% もあるので、どうしても窒素酸化物が出やすいということで、まあ、ノックスとの戦い、まあ、あとはこの燃料のスとの戦いですね。でそれが、まあ、近年1990年代においては、まあ、高圧燃料噴射装置コモンレールとターボチャージャーによって、まあ、クリーンでドライバビリティのいいエンジンに生まれ変わってきたわけです。それが90年代から2000年代、2010年ぐらいまでのディーゼルの話ですけど、まあ、フォルクスワーゲンが2015年にディーゼルゲートで不正を働き、まあ、一気にヨーロッパにおいてはディーゼルが下火になってしまいましたね。だから結果的にそれはディーゼルが悪いんじゃなくて、まあ、人間の悪知恵によってディーゼルが、まあ、批判されたというふうに考えています。でもこのマツダ2のディーゼル乗りやすいな。もう9月でね、生産やめちゃうから、なんか中古でもいいから買っとこうかな。街中のんだったら絶対悪くないよね。これで4駆あったらもう文句ないな。気持ちいいな、この加速で2000回転ぐらいからの加速はいいね。まあ1500回転からでもね、十分加速するんだけど、5速に入れて、今90キロ6速1500回転ぐらいかな。こっからもね加速するんだけど、2000回転ぐらいからシュンとこう上がるところが気持ちいいな。足の感じもいいよね。フラフラしてないし、アクアラインのさっき走ってきたんだけど、
まあ横風海風が強くても直進安定性はしっかりしてますね。今乗り心地とサスペンションの関係ではこのマツダ2とかマツダ3がやっぱり、まあ、CX5 も悪くないんだけど本当にマツダはいいですよね。ただ、まあ、60でね CX60 でちょっとねちょっと慌てて作っちゃった感じはなきにしもあらずですけど、まあ、煮詰めてったらマツダ車はいいですね。マニュアルでアイドルストップしました。クラッチ踏んで一速入れるとエンジンがかかります。